皆様お疲れ様でございます。新医療センター建設準備室の勝田だと申します。それでは定刻となりましたので、ただいまより第3回欧州市新医療センター検討講話会を開会させていただきます。最初に本日の欠席者のご連絡いたします。本日名簿番号10番の佐々木委員より欠席のご連絡をいただいております。それでは次第の2の挨拶でございます。健康ご同部長高野さんとしてご挨拶を伺います。健康広報部長の高野でございます。本日は年末の、お忙しいところ、また足元の悪い中お集まりをいただきまして誠にありがとうございます。本日は第3回目の検討講話会ということになります。1回目2回目の検討講話会におきましては、診療センター基本構想の案を策定するにあたりまして、中産期医療、それから医療機能など診療センターにとっての重要なテーマについて健康化をさせていただきました。皆様からのご意見、それから医療関係者からのご意見を参考に、この度診療センターの方向性を示す整備基本構想の案を取りまとめまして、現在パブリックコメントをするに至っております。皆様に改めて感謝を申し上げる次第でございます。本日の会議では、その整備基本構想案のほかに、11月に行いました市民の意見を聞く会での意見と、その対応方針について報告をさせていただきたいと思っております。で、その後、意見交換として、診療センターの整備基本計画の進め方について、そういうテーマを設けております。また後半には、前回同様、テーマを縛らない有利局の時間も設けております。本日いただいた意見につきましても、最終的な基本構想、あるいは、基本構想策定後に取り組む基本計画に反映させる場合で考えておりますので、負担のないご意見を、いただきますようお願い申し上げまして、挨拶を伺いさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、それではここからは座ったまま進めさせていただきます。それでは3の報告と4の意見交換につきましては、本部座長に進行をお願いします。はい、それでは本部でございます。これはとというようにですね、座長の任を務めさせていただきたいと思いますので、ご協力の方よろしくお願い申し上げたいと思います。10月6日に始まったこの検討講話会でございますが、非常にタイトな日程の中で進めさせていただいたというふうに思っていました。今回、今日の議題、報告、案件になりますが、基本構想がまとまったということで、私たちがテーマとして意見交換した内容の一部が盛り込まれたものだというふうに思っておりました。今日もですね、これまでと同様に、忌憚のないご意見を頂戴しながらですね、いい講話会だったというふうに思っていただけるように進めてまいりたいと思っておりました。どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。それでは、3の報告の方に入っていきたいと思います。報告事項でございますので、意見の受け付けというよりは、資料の内容の中で不明な点についての質問を受け付けるという形にさせていただきたいというふうに考えています。それでは、最初に新医療センターの基本整備基本構想各案について事務局の方からご説明をお願いします。新医療センター建設準備室の佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私の方からですね、新医療センター整備基本構想案について資料の1に基づきましてご説明いたします。着座にて失礼いたします。資料1枚めくっていただきまして、最初に新医療センターのポイントをもって、このセンターがどのような施設を目指そうとしているのかについてご説明したいと思います。それでは資料は右下に書いております、投資ページの2ページ目をお開きください。ポイントの1が総合診療の視点を軸とする新たな医療拠点とするというものでございます。総合診療とはどういう総合診療とは、ということですが、何の病気かわからない患者さんを診察する、風邪や怪我など幅広く診察、高齢者のさまざまな症状や不安にトータルで対応するといった患者さん主体の医療を言います。
病気だけではなく予防や健康まで多角的に見る、家族や生活背景まで見る、地域全体を見る、こういった視点での医療を基本にするということでございます。次のポイントの2は、回復期を中止した多機能型の医療を提供するというものでございます。回復期とは危機的な状態を乗り越えて身体の機能の回復を図る時期でございます。それをなぜ重視するかについては、高齢化により回復期医療が不足する見込みであるためとしています。多機能型の医療については回復期だけ行うということではなく、初期救急や亜急性期から回復期、慢性期、在宅医療まで複数の機能による切れ目のない医療を提供しようとするものでございます。次のポイントの3でございます。地域包括ケアシステムの充実に寄与するというものでございます。新医療センターが軸となり、連携強化と医療資源の最適化による効率的効果的な医療を提供いたします。その医療とは、総合診療、在宅医療、僻地医療、遠隔医療、予防医療といったものになります。その他、医療介護連携拠点を置き、連携体制の構築支援を行います。さらに情報ネットワークの整備による医療介護連携の基盤も確立させ、これをもって地域包括ケアシステムの充実に寄与したいと考えるものでございます。次のポイントの4は、医療保健福祉が連携した市民サービスを提供するというものでございます。上段の母子子育て支援サービスの提供では、産前産後ケアの強化をはじめ、ここに記載しましたさまざまなサービスを提供いたします。また下段の健康ニーズに応えるサービスの提供としては、高齢者のフレイル予防をはじめ、健康寿命を延ばすための各種サービスを提供いたします。次のページに参りまして、 Q&A を3点載せております。1点目につきましては、新医療センターに参加を設けることはできないのかという設問です。これはですね、周産期をテーマにした意見交換をさせていただきました。1回目の検討懇話会や市民の意見を聞く会などでの中で、特にも多かった意見が、こういった市内での分娩を望む声でございました。市としましても、何らかの有効策がないか専門家からの意見も聞きながら検討しましたが、結論としましては、新医療センターへの設置は厳しい状況だと判断しております。専門家の助言の一例を資料右上に掲載しておりますが、要点だけ申し上げますと、産科医が1人いたところで万全な汚染などできないということでございました。いくらリスクの低い妊婦さんであっても、分娩の途中で容体が急変するということは決して珍しいことではなく、その際に近隣にサポートできる体制がないと、逆に母子を危険にさらしてしまうというようなお話でございました。こういった助言を踏まえまして、新医療センターの役割を考えますと、検診体制や産後ケアの強化など妊産婦の不安と負担感を解消するための施策を充実させる方がより現実的だと考えますし、ここに書いてはございませんが、アクセス支援などの妊産婦サポートの拡充についても今すぐの話として取り組んでまいりたいと考えております。次のページに参りまして、 QA の2点目でございます。病床規模80床では少なすぎないかというものでございます。これについての回答ですが、今後の需要予測を踏まえまして、80床を基本としたもので、今後、診療科の構成や経営的な観点で検討し、基本計画で詳細を決めるということにしております。3点目につきましては、整備場所は決まったのかというものでございます。これに対する回答としましては、水沢公園の陸上競技場を最適地としまして、この場所を前提に基本計画の検討を進めたいと考えております。市民からの意見としましては、病床規模にせよ、整備場所にせよ、診療科や建物の規模など詳細がわからないと、今の提案が妥当なのかどうか判断できないというふうにも言われております。
このため、この基本構造は構想として一旦固めまして、次の基本計画の検討に速やかに着手し、その詳細の検討の中で最終的な病床規模や整備場所を決めていきたいというふうに考えております。新医療センターのポイントの説明については以上となります。それでは次にですね、これを踏まえまして、次に基本構想案についてご説明いたします。資料の方は、投資ページの8ページからになります。本日は概要版をもって説明させていただきたいと思います。なお基本構想の本文につきましては、本日の資料を通しておりませんけれども、委員の皆様には事前に資料送付の際に同封させていただいておりましたが、本日は説明は省略させていただきますのでご了承いただきたいと思います。それでは概要版の方、表紙をめくっていただきまして、第1章が現状と課題でございます。人口推計や医療介護の将来ニーズ、医師の現状など地域医療における課題を整理しております。次の第2章が地域医療欧州市モデルと新医療センター整備でございます。上の1に課題解決のために地域医療欧州市モデルを策定したこと、そのコンセプトに基づき新医療センターの整備を進めることを記載しております。下の2の括弧1では5つの私立医療施設の全体の将来方針を掲げております。その右側の括弧2が全体の将来方針を踏まえた新医療センターの役割となります。3項目ございますが、この詳細は先ほど新医療センターの4つのポイントとして説明しておりますのでここでは省略させていただきます。ページをめくっていただきまして、次は第3章でございます。新医療センター整備の基本的な考え方です。1の基本理念は命と健康を守り支える地域の医療コミュニケーション拠点を作りますとしております。単に治療するだけではなく予防や健康づくりなど地域全体の健康を支える拠点を意図しており、医療を通じて町を元気にする施設を目指すものでございます。2の基本方針策定の視点では、地域、市民、職員及び経営という4つの視点を掲げております。3の基本方針では項目ごとの基本的な考え方を示しております。丸1の地域医療で必要とされる診療機能の充実では、総合診療、回復部に重点を置く多機能型の診療機能といったこと、丸2の在宅復帰支援の強化では回復期リハビリテーションを強化すること、丸3の在宅医療ではより一層の充実、他の医療施設との連携、機能強化型の訪問介護ステーション、訪問看護ステーションを目指すといったこと、以下丸14まで、どういった事柄を重視して力を入れていくのか、それぞれ記載しております。なお最後の丸14につきましては、分娩に対する不安解消策の充実という項目でございますけれども、先ほど QA でご説明しました通り分娩機能は設けられないけれども、妊産婦の不安と負担感を解消する施策を充実させる旨を記載しております。その下の4の整備規模ですけれども、丸1の診療科構成につきましては基本方針に沿って今後検討し、詳細は基本計画で定めること、丸2の病床規模は80床を基本としてやはり詳細は基本計画で定めること、丸3の外来患者数につきましては1日あたり240人から260人程度を見込むこと、そして丸4のコミュニティ機能として相談スペースや多目的ホール、子どもの遊び場などを設けることを記載しております。ページをめくっていただきまして、第4章が施設整備方針となります。建物の整備、あと整備方針、医療機器の整備方針、情報システムの整備方針についてそれぞれ記載しております。次の第5章が整備予定地となります。
結論的には水沢公園の陸上競技場を整備予定地としております。その結論に至った理由なども合わせて記載しております。ページをめくっていただきまして、第6章が整備スケジュール及び整備手法でございます。上の整備スケジュールにつきましては、以前の資料では最短で令和10年度の開所としておりましたけれども、その後ところどころかなり無理のあることが分かりましたので、早くても令和11年度の開所の見通しというふうに改めております。次の第7章が概算事業費です。まだどのような規模の施設とするのか詳細が決まっておらず、事業費も決められない段階ではございますけれども、先に進めるにあたりまして目安も必要であるため、参考として新井資産に基づく概算の事業費をお示しするものでございます。整備費用は建物工事のほか、外構工事、設計管理費、医療機器や備品費、移転費用なども含めまして約60億円から74億円程度はかかるのではないかと見込んでおります。金額に幅がありますけれども、低い方の金額は昨年度の実績に基づく積算で、高い方の金額は建築資材の高騰など調達コストの今後と上昇分を見込んでおりまして、3割増し程度としたものでございます。財源も概算事業費の最大額、最小額それぞれで記載しております。なお国補助金は上限が決まっているため、いずれの事業費の場合も同額となっております。資料の最後のページですね。概要の最後ですね。第8章補足事項となります。この基本構想につきましては、今後パルコメを実施いたしまして、現在実施中ですけれども、できれば、来年1月には決定したいと考えております。その上で詳細を定める基本計画の、検討に早めに着手したいというところでございますが、この第8章ではその際の有事項を記載しております。括弧1が私立、病院診療所経営強化プランとの整合でございます。強化プランの方は今年度末までかかる予定のため、万が一プランと齟齬が生じた場合には、そのプラン側の内容を基本計画の方にきちんと反映させるということを書いております。括弧2も同様です。現在県で次期保健医療計画の策定作業を進めております。素案も示されており、大きな齟齬はないと考えておりますが、もし必要であればこれも基本計画に反映させたいと考えるものでございます。そして括弧3が県立病院の経営計画との専門です。県からは次期保健医療計画を受けて、県立病院の次期経営計画を令和6年の中に策定する予定と聞いております。この動向を注視しまして、もし必要があれば基本計画へ反映させたいと考えるものでございます。最後となりますが、この基本構想につきましては、今後の詳細を検討していく上での基本的な方向性を定めようとするものでございます。これで終わりということではなく、施設の詳細につきましては今後の整備基本計画において明らかにしてまいります。どのような施設を目指すのか、医療現場のスタッフとも協議検討し、今回の案としていたしております。整備基本構想案についての説明は以上でございます。資料は、投資ページの18ページの方に参りまして、整備基本構想案のパブリックコメントの実施についてご説明いたします。意見募集期間としましては、すでに開始しておりまして、12月13日から年明けの1月5日までとしており、市ホームページのほか、市役所の本庁、各総合支所、私立医療施設で閲覧可能となっております。意見書の提出方法としましては、必要事項を記入の上、所定の意見様式かまたは任意様式により郵送持参、ファックス、電子メールによる提出としてあります。委員の皆様には事前の資料送付の際に意見書様式を同封させていただいておりますし、本日早朝にお越しの皆様には資料の一番最後にですね、意見書様式を付けさせていただいております。もしよろしければ意見の提出にご協力いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
資料は次に進みまして、今後のスケジュールについてです。先ほどお話ししました通り、年明けの1月5日までのパブリックコメントを実施いたしまして、いただいたご意見を原案に反映させたものを1月15日に地域医療懇話会で最終案としてご説明をいたしまして、1月下旬には基本構想を決定したいと考えております。2月からは基本計画の策定作業を開始しまして、令和6年途中には少なくとも3回この検討懇話会を開催させていただきまして、基本計画の原案の取りまとめを行います。その原案を地域医療懇話会でご意見をいただきまして、その後にパブリックコメントを経て計画を決定したいと考えております。基本計画策定の進め方につきましては、これまでと同様、原案作成の過程で委員の皆様をはじめとする市民意見の聞き取りと反映に努めてまいります。なお、この進め方につきましては本日の意見交換のテーマとなっておりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。以上で説明を終わります。はい、ありがとうございました。説明を頂戴したところでございます。で、市民に対するマスコミの方の報道なんかでは、観光シーズンの方になるんですが、12月の3日には基本放送の方の記事が載っておりましたし、パブコメの方については12月5日、あ、15日、19日ですね、で、調しておりますよということで、順調に流れが進んでいるなというふうに感じているところでございました。皆様方の方でただいまご説明いただいた資料についての質問がございましたらお受けしたいと思います。いかがでございますか。はい、この委員どうぞ。ちょっと不勉強で大変申し訳ないんですが、施設整備方針の中第4章の1の中に ⑧ として、省エネルギーと施設の省エネ化に配慮したデブレディ条件を満たす施設というふうに書いてあります。で、このデブレディってあまり普段日常に使わないものですから、なんだかなというのが正直なところなので、ちょっと私にも分かるような説明をお願いしたいです。はい、すいませんがよろしくお願いします。はい、お答えします。すいません、だいぶうっかりしてました。概要版の他に、本編というか縦長の方のちょっと分厚い資料もお配りしてまして、その最後のページに、あれでした、用語解説ということで、付けてましてですね、考え済みの人ですね、今日お配りしてた概要版だけなので、これだけ見ても何のことやらわからないということだと思います。これ、国の方でその脱炭素の戻っていく部分ですね、セブって呼び方するんですけども、その建物の中で消費するエネルギーと、あとそこでこう太陽光とかいろんなことちょっと利用して、以前その建物全体としてなんか排出するエネルギーをゼロにするような取り組みっていうのも国の方で一生懸命進めてまして、なんか東京都なんかの方でも今度からこう新しい建物の作りが太陽光を設置してるとか、なんかそういうのも変わってきてまして、で今国の補助金を受けるときもこういうことに対応しないと国の補助金を受けれないっていうような状況になってまして、そういうこともあってですね、環境にも配慮するし、財源確保の面からもということで、このセブレディっていうそういう要件があるんで、そこを満たした建物にしますといったことです。脱炭素の中でエネルギーをこうゼロにしますという取り組みということでございます。よろしい、よろしいですか。あ、よろしいですか。はい、千葉委員、千葉委員どうぞ。すいません、2ページの病気でなく予防や、健康までということなので、今原材料の点も物価がどんどん上がってますので、できれば自己負担もですね、行政の方の手厚い援助でですねお願いしたい。ワクチンが私4つぐらいあるんですけど、できればこの 4つのワクチンでですね、予防接種ということで感染予防という観点から重症化、発症化、そのをなるべく予防していきたいということで、コロナワクチンは結局5類になったわけで、皆さんもご存知のとおりですけど、3割負担の方はワクチンはもう7000円と
ということで何か負担がきありますし、まあ、65歳以上の人はまた別にまた補助金っていうのは出ると思うんですけど、あとはなんかお薬の方も9あと3割負担は9000円とで、入院の方2万円からまた1万円補助とだいぶ厳しくなってきましたので、まだまだの今はインフルエンザ流行ってますけど、コロナの方の例えばワクチンをですね、接種重症化防ぐという観点からも、ぜひこの辺の行政の手厚い補助をですね、お願いしたいと。これが一つ。それからもう一つ、あの帯状疱疹というのがあるんですけど、まあ、50歳以上から80歳までと、3人に1人がもう発症しまして、うちのまあ患者さんも変わりまして、私やろうと思ったわけです。ところがワクチンは2回打たなきゃないと。で、ゆらゆらと。と4万円はかかると。4万円だと結局躊躇しまして、私もまだ受けてないという状況なんですけど、まあ、市町村によっては補助金があるところもありまして、一ノ関とか平泉とか九戸村、ここではもう補助金出してますので、帯状疱疹はすごく大変なんですよ、これは。なった人でないと分からないんですけど、頭にの帯状疱疹になったらもうなくなりますからね、入院して。ですから、これの補助も、もし可能であればお願いしたいと。これが2点目。それから HPV ワクチンなんですけど、接種なんですけど、まあ、来年の4月から公的がん検診として導入されるということを聞いてましたけど、これは子宮頸がんワクチンとして20代の人は2年に1回、30代の人は5年に1回と軽減されるわけですけど、これも男性でもですね、もしこの接種していただければ中等がんとか陰茎がんとかこういうのございますので、それが結局ワクチンがですね、5万円かかるんですよね、これも。これも市町村によってまちまちで、まあ、1回払って召喚払い制度というのもあるみたいですけど、これもなかなか5万円を出すのも大変だと思うんですよ。ですからこれもなんとか診療センターになった時点、前でもいいですけど、行政のですね、これも補助があれば助かります。これが3点目。で、4点目は肺炎球菌ワクチンなんですけど、もう肺炎の死亡率は 97.9% なんですよね。特に高齢者になればなるほどリスクが高まってきます。私も、先週前期高齢者になりまして、診療センターができる頃には後期高齢者と、ますますこのリスクが高まってくるわけですけど、それで65歳以上5年間隔で、まあ、5年切るわけなんですけど、その時1回目の助成金は4000円だったんですよね。そうすると今度は70歳75、これが80、85歳となった時の肺炎球菌ワクチンの補助がないとですね、これもまたね、打ちたいんですけど打ちないんですよね。自己負担がなかなか大変なんですよ。ですからこの辺も一つお願いしたいなと。以上です。はい、ありがとうございました。この件については大変貴重なご意見だなというふうに思っております。ただ今日は医療センターの整備に伴う基本構想にかかる関係の内容でしたので、これは行政補助が欲しいという部分でご意見として受けたまわって、事務局の方で、案の方を確認をお願いしたいと思います。その他この構想案についてということで、はい、菊池院さんどうぞ。先ほどの この院のゼブレディの関連だったんですけども、私もこの予防が分からなかったので自分で調べてみて、こちら まとめの最後のところも見させていただいておったところなんですけれども、今のご説明だとゼブレディ、私が調べたところだとゼブというのがその、ゼロをする、ゼロにエネルギーの収支をゼロにすることを見据えたものであって、4段階ぐらいあるらしいですね。一番上がゼブ、そして次にニアリーゼブっていう、25% 程度以下までに抑えたいっていうところで、3段階目がゼブレディだと私は思って調べてみました。それが 50% 以下ということで、2分の1エネルギーの排出の量を抑える、消費量を抑えるということ で、その下に、ゼブオリエンティっていうのがあって、学校等の設備だと 60% 以下、ホテルや病院などだと 70% 以下ということで、今回病院なのでこのゼブオリエンティブより一つ引き上げたゼブレディを採用しながら建物をっていうふうに考えていらっしゃったのかなと思ったところで、今ゼロというご返答だったので、ゼロだと完全なゼブになるのか、この辺 の資料 の説明のところでちょっとお聞きしたいと私も思っていたところでした。お願いいたします。はい、すみません、事務局をお願いします。
はい、すいません、私もあの口で全部お答え気づく自信がなかったんですから、ちょっと端折ってしまったんですけど、ゼブっていうのの考え方としては、そのゼブにするっていうのが基本であって、で確かにそのおっしゃる通り、あのゼブルって言いますか、何回かあって、でゼブレディっていうのがそんなに厳しいわけだと、まず 50% ということで、それでもあの今の一般的なビルディングのからすると一定程度の、効率のいい設備を使うとか、そういったことをしないとなかなかクリアできない、あと温度の機密の性能とかってやってるけど、頑張らないと 50% にならないんですけども、そんなに厳しいものではないんですけど、これがゼブレディなんですけど、実はあの国が求める、あ、ちょっと今、あ、ちょっと、すいません、補足を。未来羅針盤課の菊池と申しますけれども、あのこの、まあ、医療センターを建てるにあたって、まあ、国の補助金をちょっと活用したいなと、まあ、これはあの水沢公園に建てることが、まあ、自己権にはなるんですけれども、いわゆる立地的成果計画ということでですね、でその場合にあの、まあ、今の時点ではまだあのそういう条件が付されてないんですけれども、おそらくなんですが令和7年度にあの申請するとなるとですね、多分その時にはそのゼブの、まあ、レディーになるのかどうなるかは分からないんですけれども、そのゼブの多分要件は課されるであろうというような情報を受けております。なので、まあ、我々としてはですね、その、まあ、その時立てる頃になると思いますので、まあ、多分絶対にゼブについてはですね、やらなければならないだろうなということで書いておりましてですね、まあ、必ずしもだからその国のこの要件がどこに当てはまるのかというのはまだ決まってませんので、その中で、まあ、あの補助金を確保できるような形でですね、やっていきたいなと思っております。はい、菊池さん、よろしいですか。あの、今分かりましたので、あの、そのゼブの一番最低のレベルが国の補助金を受けれる最低限度の基準で、でゼブレディ一つ高くレベルのに対応すると、これ工事費1割増しくらいになるんですけども、そうすると国の方の補助金の額が加算増しって言いますか、少し引き上げになるっていう風になってまして、で市としてはそのまあ、あの引き上げもそうなんですけど、まあ、これからの時代ですから、あのそういったことに積極的に取り組んでいこうということで、ゼブレディというその基準に今回はやろうということで、そういう構想でおります。ちなみに 50% ぐらいを目指すんですか。そう、ゼブレディというのを、ということのようでございました。はい、よろしいですか。はい、その他ございましたらお受けしたいと思います。じゃあ佐藤委員、佐藤清水です。私このいろんな障害者になってまだ気がするんですけれども、このリハビリのですね、急性期のリハビリがですね、非常にこの県難が遅れてるんですよ。で私わざわざの雫石の岩手リハビリセンターの方に行ってきたんですけれども、その岩手リハビリセンターもですね、現在はあのどうもあの若い療法士さんの養成所的になってて、患者のリハビリ回復を本気で考えてるのかなという感じを持ってるんです。あの来た患者さんたちがみんなそう言うんですよ。ここに来て失敗したって。でね、あの県南であの本気になってこういうリハビリをやってもらえる施設をぜひですねやってほしいなと。あのこういうふうに私たちみたいになったあの人たちはですね、なんとか回復して元のような生活にしたいというふうに今でも思ってやってるんですけれども、やっぱりこの本気になってリハビリ、体の状態を見ながらですね、体に合った本気になったリハビリをやってくれる施設っていうものをぜひ作ってもらえれば、あの病院の患者だけじゃなくてそのリハビリだけにでも来る人たちが相当いると思います。でその施設もですね、例えばこう小さなトイレも作ったりとか、そういう部分を考えてぜひですね、このリハビリには本気になってやっていただきたいなというふうに思いますので、なんとか計画をよろしくお願いしたいと思います。はい、ありがとうございました。基本方針の丸2ですよね、3ページの、
回復期リハビリテーションの強化ってやつにかかってのご意見という形で受け止まりたいと思います。何かご回答ございましたら事務局の方で。はい、ありがとうございます。その岩手リハビリセンターほど その専門的な施設にできるかどうかというのをちょっと置いといてですね、いずれこれから基本原則の中でどのような機材人材が必要かというところも精査しながらですね、少なくとも出来上がった後に、なんだこんなものかとがっかりしたっていうことだけはないようにですね、しっかり本拠なしという話でしたけども、それを感じられるようなしっかりした施設を作ってまいりたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。千葉委員どうぞ。千葉です、すいません。それこそ8ページの事業費ですね、5年後で私50億で聞いてますと、50億もかかるかなと思うんですけど、結局5年後じゃなくて2028年じゃなくて2029年に59から70億の74億増額ですよね。ここ確認ですよね。それからここには周辺等の各工事が含まれると書いてますので、これを考えるとかなりの金額にいきますよね。それこそ関西大阪万博じゃないですけど、かなりも増えて、赤ちゃんでさえ1万円負担しなきゃ人間にかというどこまで来てますので、これを結局もしですよ、かなりかかってですね、我々市民の方に火の粉がかからないような方向で進めるような方向してもらえると誰も納得しないと思いますよ。それによってもあそこ結局核工事しても結構狭いですよね、あの辺は。私自転車でずっと走ったんですけど、とても自転車で走れるような状況で、歩道に乗り上げて自転車走らなきゃ、走行しなきゃねというようなかなり狭い道ですので、事故関係とかなんかも含めてですね、三沢公園周辺もかなり道路拡幅工事はよほど考えてやらないと大変じゃないかなと思いますけど、電柱とかなんかというのを埋め込みするんですかね。その工事するとき電池をそのまま出しっぱなし、走行の時も大変なんですけど、その辺も含めて工事費がこれからどれだけ膨らむかというのはちょっと懸念されるんですけど、その点どうですかね。嵐さんということのようでございまして、基本構想がこれからですので、今回はあくまでコンセプトにかかる関係のようでございましたし、要望という感じでよろしいのでしょうかね。じゃあ回答お願いします。今の大丈夫ですかっていうご質問だったのでお答えしたいと思います。考え方としてはですね、建物の規模は全然詳細決まってないものですから、拠点をおととしほど 2,3 年で地方病院といいますかで、同じような病床の80程度の建物が大体何平米かっていうのを何平か調べてですね、このくらいかなっていうのを決めて、であと東京の方の研究機関で昨年度の、病院の建設費の平均単価というのが示されてましたの でそれでまず機械は安い方の金額がそれで試算してます。で前に50億って言った当時はいろいろその威力とは備品が入ってなかったり、細かい部分が入ってなかったので今回ちょっとそれで膨れて60億くらいになってました。でそれを今はもう物価高が資材高騰とかあってですね、人件費なんかもこれから上がる見込みもあるっていうことでしたんで、去年も実績の単価が3割増してですね1億出ました。これでこれで収まるのかどうかと言われるとちょっとあれなんですけども、であと道路も関係についてはおっしゃるとおり事業費は入ってないんですけど、これにプラス億単位でまた事業費かかってくるんですけども、どこの道路なのか、西側の新流線、新小路流の線っていう線の、あそこは歩道もありますし、ある程度ありますが、そこは、陸上競技場を少し削ってですね、右折レーンを設けるとかして、出入りの車が邪魔しなくて、混雑されかないように工夫したりとかし、あと、新沢公園のリニューアルの計画もあってですね、令和9年度あたりにまでにはそれ固めようと思ってました。その中でですね、今度南側の道路も、すごく狭いんで、あそこも少し広くしてですね、あと東側の方のあっちの通りの方からの出入りのところも少しこう、ちょっと説明も遅れたりっていったことができるのかなということで、まだ決まりじゃないんですけど、そういったことも含めて検討してまして、で基本計画、来年度お示ししますけど、その際には、
合わせて新沢公園も ある程度こういう感じにリニューアルして、周辺道路もこういうふうにやります、渋滞緩和対策はこういったところを手付けますっていったところも合わせてお示しできればなというふうに思ってましたので、今言われたところと広告感があるということは十分承知してですね、今度詳細の検討を進めてまいりたいと思います。はい、よろしいですか。はい、すみませんでした。はい、その他もしなければ次の、すいません、1点だけ。あ、はい、どうぞ。佐藤です。建物整備方針の中に入るのかどうかなんですが、駐車場なんですけれども、これも私障害者になってみてですね、非常にいろいろ思うことがあるんですが、今ここででも全部それを言ってもなかなか難しいので、今伊豆山の市立病院、あそこの駐車場のですねやり方が非常にいいんです。この辺では今岩手県、私はあちこちの病院行ってるけれども、伊豆沢市立病院が一番じゃないかなと思ってるんです。あそこに警備っていうかやってる人が一人いて、全部その方が注射をこっちに行ってくれればやってるんですけれども、その中で私のような障害の中にもいろんな程度がありまして、障害者でも障害者の駐車場に止めなくてもいい方もいれば、そこじゃないとダメな人もいるんですよ。でそういういろんな皆さんが分かるかどうか、車椅子のマーク貼ってれば障害者だよっていう意味合いで貼ってる方いるんですけど、あれ全く何の意味もないんです。ただ車椅子の方を乗せてる車ですよっていう意味だけで何の意味もないんですよ。私たちのような障害者が運転する車は四つ葉のマークを貼って警察の方からも認定をもらわないとダメなんですけれども、そういう部分も含めたいろんな細かい駐車場のですね、取り方っていうかやり方をちょっと私は後々意見を述べたいと思ってるんですけど、そこら辺もちょっと検討していただきたいなと思ってます。はい、要望として受け止まるということのようでした。はい、よろしくお願いしたいと思います。その他、ございましたらですが、ぜひぜひという方がいらっしゃればですけど、なければ次の市民の意見を聞き返しの意見と、その対応方針についての方に移ってまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、それでは事務局の方でご説明をお願いいたします。はい、それでは資料の2、市民の意見を聞き書いていただいた意見と本対応方針についてということでご説明いたします。事前に資料をお配りしておりましたので、かいつまんでの説明とさせていただきます。まず周産期医療に関する意見として本当に多くの意見をいただきました。特にも新医療センターに分娩機能を望む意見が最も多く、他に産科医の活動や妊産婦の休業搬送に関する意見も出されました。先ほど新医療センターのポイントのご説明の際にも記入としてご説明しました通り、産科の設置を極めて厳しいと言わざるを得ない状況でございます。市としましては今後も妊産婦の不安と負担感を解消するための施策を実施充実させるとともに、あらゆる可能性を探ってまいりたいと考えております。次にですね、資料の3ページをご覧ください。病床規模と医療機能等に関する意見についてございます。病床数が80床では少ないのではないか、適正な病床規模を判断するための情報を示してほしいといった意見、また救急のすべてを伊沢病院に集約させるのではなく、重症度に応じて診療センターにも分散させることが必要ではないかというような意見をいただきました。これらにつきましては80床という病床数はあくまで検討のベースであり、適正規模を検討する過程でより詳細なデータを市民の皆さんにも示しながら、今後基本計画において最終的に決定すること、それから救急の対応につきましては引き続き二次救急医療機関として受け入れをする方針とした上で、持続可能な地域医療体制を確立するために医療機関の間での役割分担とその連携の強化が重要となるため、今後県立病院と必要な調整を図ってまいりますとしております。次に資料の4ページの下のところをご覧ください。
整備場所に関する意見としまして、陸上競技場での整備の詳細が具体的にイメージできるような資料がないと意見を出すことができないといった意見や、そもそも水沢公園以外の場所に整備すべきではないかといった意見をいただいております。これらにつきましては診療育科や病床規模の詳細がまとまった段階で敷地利用のイメージ図についてお示しいたしますし、整備場所につきましては基本計画策定作業の中で検討していくこととしております。次に資料の5ページをご覧ください。その他の意見としまして、道幅が狭い道路にも対応できるような救急体制を作ってほしいというような意見と、意見を聞く会のあり方に関するご意見をいただいております。これらにつきましては関係機関との情報を共有しながらいただいた意見を参考とさせていただくこととしております。まとめとしましていただいた意見のうち周産期に関しましては参考にさせていただきまして、基本構想案の中に分娩に関する不安解消策の充実の項目として反映させていただきました。それ以外の病床規模や医療機能整備場所などについてのご意見につきましては、今後の基本計画の検討の中でしっかりと取り入れて、検討してまいりたいと考えております。以上で説明は終わります。はい、ありがとうございました。市民の意見を聞く会での意見についてのご説明でございました。ここについての皆さんの方でのご質問だったりご意見がございましたらお受けしたいと思いますね。いかがでしょう。はい、近藤委員さんどうぞ。はい、今後の近藤でございます。今のご説明にもありましたように、その周産期医療に対する要望というのは本当に大きなものがあると思います。現にその毎年500人の、ね、赤ちゃんが生まれているというふうな現実がありますので、ここをなんとかしてその市民のセンター開設までに、目処をつけることができないかというふうに改めてね、私の方から要望したいんですが、それで今日の私の提案はですね、実は皆さんご存知かどうか分かりませんが、三沢に伊藤ファミリークリニックという管理者がいらっしゃいます。ご夫婦で、診療をやってまして、夫の方が内科と小児科です。で、奥さんの方が、皮膚科と美容皮膚科なんですね。で、インスタグラムで、今度婦人科を外来を始めますというふうにして採用されていました。それで、実は私、個人的な話を言えば伊藤先生のところで診療を受けてる、治療を受けてるものですから、今日は午前中に先生のところに行って、でこの婦人科外来ってどういうふうにやるんですかというふうにお尋ねしました。そうしたらば来る先生は日本医科大学、日本医科大学と東京女子医大の先生と、月2回程度、交互に来ますと。それで、1人は女医さんですというふうなことで、私は、この今回のその新医療センター、ができるにあたって、そのぜひそこに周産期医療を入れることができないかしらというふうな話を、先生にちょっと相談していました。それで伊藤先生も実はその医師会として市長との懇談において、今ここの地域の中でその産婦人科医の取り合いをね、岩手医大だとか東北大だとか、そういう狭い中でその少ない人数の産婦人科医を取り合いしていてもダメだろうと。でやっぱりそこはその都市部にね、潤沢とは言えないけれども、でも規模は全然違うんですね。そういう、東京にはたくさんの私立の医科大学ございます。例えばその日本医科大学は産婦人科医師っていうか女性診療科参加が26人の医師います、登録されている。小児科は29人です。麻酔科は33人です。全然スケールが違うわけですよ。もちろんそこには名簿にない研修医の皆さんだとかもいっぱいそこにいるわけですね。ですからそういう、その伊藤先生も言ってましたが、地域偏在の部分を、都市部集中をですね、どうやって解消していくかというふうな点で自分も力になりたいというふうにおっしゃってくださいました。それで、今日こういう会議もあるので私意見を言っておきますので、
またあの市の方からね、いろいろ問い合わせとか、あるいは相談とかあるかもしれませんので、先生よろしくお願いしますと言ったら、先生はいつでもどうぞおいでください、相談してください、こういうふうな話をされておりました。まあ、出身大学がそちらの方だそうです。だからおそらくその今のね、私たちの検討は現実的な議論をずっとしているからですけれども、もう少しやっぱり視野を広げて考えてみる必要があると思うんです。要するに産婦人科医3人から小児科麻酔科含めて局数を確保しようというふうな目標をね、設定すべきだと思うんです。それでその東京やあるいは大阪やそういう都市部にいっぱいいらっしゃるお医者さんの中にしっかりその、まあ、ここで大谷選手の名前を出すのは分かりますけれども、奥州市って分かんないわけですよ。でも大谷選手のふるさとですよと、生まれたところですよ、そういうネームバリューもあるわけですから、そういう、ところなんかをね、売り込みながら市長が先頭に立って医師確保に努力すべきだ、衆参基準法のね、解説に向けて努力すべきだということを私は強く言っております。はい、以上です。はい、何かございますか。はい、はい、ご意見ありがとうございます。市民の方がそういう強い思いでいらっしゃるということは本当に十分に承知しているところです。で、申し訳ないですけど、月に2回産婦科の先生に来ていただいて、診療センターでですね、例えば月に2回来ていただいて、例えば検診業務やっていただく、婦人科の病院に行ってもらうっていうことが考えられなくはないです、診療センター。ただ分娩だけはやっぱり何ともならないですね。で、都会の方に先生いっぱいいますって言ったところで、でもこっちに来てくれないわけでして、今まで何もしてこなかったわけでも、です県の方でも一生懸命頑張ってアプローチしたので、本当に難しいというのはちょっとそこはご承知おきいただきたい。努力の気持ちだけで何とかできるってことではなかなか難しいっていうのはちょっとご承知おきいただきたいと思います。で、そうは言っても、いや、それは政治姿勢として 市長はやっぱりそこはしっかり努力する、頑張るって言うべきだっていうご意見も他の方からなんかからも言われております。市長も別にそんなの不要だと思ってるわけじゃなくて、またこういったもちろん当然同じ気持ちですが、ただ頑張ります、努力します、目標を掲げますって言ったらば、やっぱり期待するんだと思うんです。あ、じゃあいつかそうなるかも。ところが市長としては実際それに実現させる本当に具体的な方策っていうのがなかなか今は見出せない。そんな中でやっぱ安易に努力しますなんていう言葉を言うべきではないっていうのが市長の考えです。かといって諦めだと言ってるわけでもありません。だから諦めてないとも言うと、それはまた何か何がやってくれるんだなって思われると、今そういう具体の策はないもんですから、ただそこをやっぱり言われますから考えてはいるんですけども、今の段階で投稿しますとか、そこ努力します、頑張りますっていうのは言える状況ではないっていうようなことでございますので、あ、すいません、だから何もしませんってことじゃなくて、言われた意見は意見ですので、そこはしっかり受け止めて、それこれも市長にお伝えして、しっかり内部でそこは受け止めたいというふうに思っております。よろしいですか。じゃあもうすべて当たり尽くしたとでも言うんですか、桂田さん。今の説明だとね、私一番気になるのは、その診療センター開設時には周産休業を開設できないんだということを最初に打ち出している、ね、でこの間 その中部病院の秋元先生も、市民にちゃんとできないことを説明しなさいと、変な希望を持たせるんじゃない、こういうふうな話をしてましたね。そういう議論の最初に結論を打ち出しながら、でも水面下で努力しています、こういう話ですか。それで私が今申し上げたことは、本当にいっぱいいろんなアイデアの中のほんの一握りのほんの一粒の話なんですが、具体的にじゃあね、まあ言えないかもしれませんけど、どのぐらいの、じゃあ東京にある私立の医科大学にどのぐらいアプローチをしたんですか、どういうルートを持っているんですか、努力を本数にしたんですか、しないんですか、教えてください。はい、お答えします。アプローチはしてません。
してません。あの結局あでもないのに確保する。その話聞いてな、相談に来てって言ってんのよ。そっから行く道を掴めるかもしれないの。だからいただいた情報をね、受け止めてワイドで検討しますっていう政党じゃないの。私は回答のように必要ないので。非常に難しいんですけども、いや、あのね、市民からいろんな情報を集めるべきだと思いますよ。どうしたらいい、違いますか皆さん、どうですか。その通りです、ね、その通り。できないできないできないってね、できない理由ばっかりを一生懸命固めるんじゃなくて、そうじゃなくて逆に、じゃあどうしたら実現できるだろうか。諦めなければ夢は実現できると。ドロトビドロトビスに言いましたね。ちゃんと目標を持って、いろんなみんなの協力を得てやろうよと。医師会の会員の先生方にもそうだし、あるいはいろんな情報発信をして、ね、ホームページでもそうだし、いろんな情報、まあ他の住民運動のね、経験ができて、全国の道の駅に張り紙を出して、当地域でこのお医者さんが足りません、お医者さん来てください、活動でね、秋田の活動でそうやって医師確保した成功した例もあるんです。だからもう少し知恵をいろいろ出しながら、私たちもいろんなアイデアを出しながら、どうすれば実現できるかということを研究していく、検討していくことが大事じゃないでしょうか。そういう姿勢を少なくとも示してほしい、そういうことです。部長、ちょっとあなたの番組でください。はい、それでは私から申し上げます。あの伊藤先生からはあと相談もされて、そういう形でやれるかなという相談もされて、いろいろこちらとお話ししてきた経緯はあります。で、私どもいつも手をこまねいで見れるような言い方されますけども、全くそういうことではなくて、チャンスさえあればなんとかしたいなという思いではずっとおります。そのチャンスがどこかに転がってないかということはずっと探し求めておりますし、全国の事例も一生懸命調べているつもりです。ただ今おっしゃいました、じゃあ本当に、全国の産婦人科医に対してダイレクトメールするとかっていうのは全国やってるようです。当たり前のように、うん、でもそれも例えば地元の先生方にいっぱい来るよ、こんな無駄だっていうような話もいっぱいされてきております、実際のところ、うん、なのでやっぱりそのある程度の実現性 と、うん、とそれから、やっぱりその諦めない気持ちっていうところはきちんと追求はし続けたいと思っております。ただあとはその診療センターを建てる時期だとかですね、そういったものとの関連の中で果たして可能かどうかというところの中で今は難しいということで話を進めているということです。諦めないでそういった気持ちはずっと持ってやっていきたい。あともう一つはやっぱり偏在は、地域偏在はどうしてもやっぱり国中心になって制度を変えてもらわなきゃダメだと思ってます。でそこはですね、ずっと強く言い続けたいと思ってますし、市長も、国に言うときは必ずしゃべってきてくれというふうに言っておりますので、そこは頑張りたいと思っております。以上です。この件についてはもう一点だけ、はい、どうぞ。大体納得できました。でもう一点だけね、付け加えて言い忘れましたので言っておきますが、やっぱり今その医師になろうと志を持ってね、学んでいる人たちや、これからもしかしたら医師になるかもしれない子どもたちに対して、市としてやっぱりアプローチをしていく必要があると思うんです。例えば水沢高校の生徒さんだとかね、あるいは今その奥州市出身でその大学に行ってるね、医学部に行ってる全国に散らばっている子どもたちがいると思うんです。ぜひ奥州市で勤務医として働いてほしい、そういうふうなやっぱりこうアピール PR ですかね、そういうふうなことも必要だと思うんですよ。学校教育の中でやっぱりこう地元に貢献しよう、頑張ろうというふうに思えるような、そういうふうな、ね、機
会もいっぱい作ってほしい要望です。以上です。はい、いずれ周産期医療に関する市民の要望っていうのが非常に多いので、行政の方には視野を広げたアプローチを今後も継続していただきたいということで、ご意見として承りながらですね、強くお願いしていきたいなというふうに思います。どうぞ事務局の方もよろしくお願いいたします。